ユーロ2024決勝でスペイン代表221と敗れ、またもタイトル獲得を逃したイングランド代表。58年ぶりの国際主要大会でのタイトルが期待されたが、前回大会に続いてまたしても決勝でタイトルを逃してしまう結果となった。動画、白熱のユーロ2024決勝戦、スペイン×イングランドハイライト。バイエルンミュンヘン。 リバプールなどで MF として活躍したディートマー・ハマン氏は、イングランドの戦いぶりに容赦のない意見をぶつけている。RTE スポーツに出演した同志は次のように語った。イングランド代表のサッカーは最悪だった。大会中の最悪の10試合のうち、7試合はイングランドに責任がある。ケインがなぜ動かないのかわからない。彼らはノックアウトステージでは全て劣勢だった。 オリー・ワトキンスを起用すれば危険だったし、パルマーは出場して5分後に得点した。このチームが試合でリードしたらどうなるか想像してみてほしい。フォーデンを起用し、エゼを投入し、ゴードンを投入したところを想像してみてほしい。このチームがリードすれば、ベンチに最高のスピードを持つ選手がいる。追いつかれることはないだろう。彼、サウスゲート、はベリンガムやケインといった、 実力を発揮できなかった同じ選手たちを先発に起用し続けたので、彼らには実力を発揮する機会がなかった。同じようなスタメンで、同じように退屈な戦いを続けたガレス・サウスゲート監督の采配に、ハマン氏は大いに疑問を抱いているようだ。確かに選手起用は固定されがちで、エゼやゴードンはほとんどピッチに立つ時間がなかった。7試合とはつまりイングランドのすべての試合を意味するが、 それほど退屈だだったたとハマン氏は言いたいのだろう決勝進出は見事だったものの、総じて素晴らしい戦いぶりだったとは言い難いイングランド代表。2年後の W 杯も含めた指揮官の進退も含め、今後の代表強化がどのように進められるのか注目が集まることになるだろう。